福島県警察は、福島県を管轄する警察組織、警察法上、福島県公安委員会の管理を受け、給与支払い者は、福島県知事である、東北管区警察局管内。略称は、福島県警中核機能は従来福島市、杉の目町2-16に置かれていたが、杉の目町5-75に新築移転された。その他に諸部署が分散している。 福島県警察航空隊のベルマイナス 412EP 県内の警察署は22分庁舎は7警察車両のナンバーアチ名表記は合津地方の5所配置者が会津、い岩木中央岩木東岩木南棚倉石川双葉の6所と小野常磐の2分庁舎配置者が岩木氷山氷山北の2所と本宮文分庁舎配置者が 郡山、白川署の配置者が、白川、それ以外の署配置者は、福島となる。2010年4月1日、郡署と福島北署、川又署と福島署、本宮署と、群山北署、小野署と、三春署、藍津里署と藍津若松署、浪江署と富岡署をそれぞれ統合し、郡、川又、本宮、小野、藍津里、浪江各署は、文庁者になった。 同時に、三春署が、田村署、富岡署が、二場署と解消している。また、岩き中央署管内の常磐地区幹部交番が、常磐文庁舎となった。マスコットキャラクターとして、県の民芸品の起き上がりこぼしをモチーフとした福、福帽子くん、福帽子さんの2体が県警、発足50年を機に2004年9月7日より使用、服は、福島県と幸福からでそれを脅かす。 実験事故を防止する意味が込められている。ありがとうございます。